おっと危ない。で当てて決めていく。はい、どうもこんにちは。世界戦闘力52万のプリンでございます。まあ52万がねどんくらいかっていうとね、全然大したことないです。まあ、VIP 帯確かこの時点で130だか40ぐらいだから、もう全然もう半分以下、もう雑魚プリンですね。ね、そんなね雑魚プリンでも眠る攻撃バンバン当ててるっていうねことでね、今回また眠るコンボ動画上げていきますよ。で初戦はマルス。マルスね結構不利なんだけど、うわーカウンターうまいね。まあ、勝てなくはないかな。まあ、要はねバーストすりゃいいんでね。プリンの強みもうこの辺からバースト狙える。で当たんない。いて、全然まだまだいける。49。さあいけるぞ。もうねおもむろにこの低空空前を狙いまくってるわけだが、なかなか当たんないね。いて、いや剣でなプリン相手するの相当楽そうだな。よし当たった。でジャックから眠り、歌うか、歌をして眠り当てていく。さあまずは1ストック、よいしょ。まあねマルスで注意しなきゃいけないのはね、まあ、スマッシュ振りまくってくるマルスは大事なんだけど、まあ、空前をね出しまくって、もう調節間合い調節しながら空前出してこられたらほんときついんだよな。まあ、フェイント出そうにもねマルス動き早いからね、下着地しながら空前出しまくってこられるとなかなかね切り込めないんだよな。プリン判定強いね、攻撃ないんでちょっとやばいな。お手玉すぎる。ちょっと下から行くか。あやべ間違ったうわひどすぎる今の。突進かな。突進はね意外と当てやすい。こうやってステップ、後ろステップ前ステップ突進みたいなね感じでフェイントかけながら当てていくといい。あと着地にねはたくも結構いいんだよね。ずらしになってはたく結構押してから技の判定出るまでがね時間長いんでね、当てやすいっちゃ当てやすい。45、もうちょっとで。よし危ねえ、突進一発。よし当たった、いける。57か。はい、おもむろに低空前へ当てていく。え、どこだ、ここか。よし入った。おっとちょっとステップ走ったらよかった。いて、やっぱお手玉されていく。いやマルスな、確かにスマブラ。よし入った入った入った、ここだ。いいね、もう直当てでバースト圏内なんでそのまま当てていく。マルスほんと強いよね。先っちょスマッシュ、剣先スマッシュ当てた時の音が気持ちいい。おっと、いででで、やばい、もう速攻。あこれカウンターでバーストするんだか、さすがプリンやば、掴まれる。おっと危ね。お、いいね、最終弾だけ当たったよ。結構この空室強いよねプリンの、使いやすいなっていう感じするよ。53、スター来た、いけるぞ。当たった、はい眠る、しか歌う、これ直だな。えい、当てていく。いや面白かった、全部同じ感じで。相手どう思ってんだろうなこれ、全部同じ感じだよこれ。さあ次キングクルール来たね。キングクルールねプリンで戦うとね結構やりやすいんだよ。眠るが当てやすい。この強いキャラなんだけどね、強いキャラで、まあ、バースト力も高くて、攻撃がねいろいろ当たるんだよね。はい当てていく。あまだ死なない、まだ生きてる。あー92か、どうしよう、もう眠るなんて当てれないな、こんなんだったら。ここから、おっとやばいやばいやばい危ねえ
このさ、転がるがね、たまに場外に飛んでくんだよな。あの空中で転がる出した時にさ、あの本当は相手の方向に突っ込んでほしいんだけど、なんか逆向いて出しちゃって変な方向行ってそのまま死ぬみたいな、くだらない感じのことをよくやるんだけど、あれ笑えるんだよ。よし、結構ね、たまに転がる出すとね、みんな当たってくれるんだよね。もっと危ない。で、当てて決めていく。これが決まりやすい。キングクルールね、判定が大きすぎてね、もう戦いやすいっすね。眠り、眠りコン、キングクルールめっちゃ入る。さあ、フォックス来た。フォックス結構苦手なんだよな。ただ、結構4割じゃないか。40% ぐらいから飛ばせるから、まあワンチャンあるかな、これ。もっと危ない。よし、弱当てて。プリンのね、弱攻撃ね、ほんと弱いんだよね。だけどこれ、こんな感じでね、直当て。フォックスな、なんか寝てるとき直当てしづらいんだよな。超なんか、低いんだよ。位置が。当てていく。おっと、運びもね、面白いんだけどね、結構。今回はね、眠る中心に立ち回っていきましょう。さあ、19% だ。危ね。おっと、ビーム打ってる。ほら、突進じゃ。危ね。ちょっと、何が入ってる。どうしよう、4-2か。もうなんかいけそうな気するな。いてててて、どうしよう、空上の方がいいか。よし、入った。おっと、ちょっと待って、やばいやばいスマッシュ出てこなかったさあ、どう決めていく。あー、突進入れるか。高級か。高級だったらまだダウン連の方行こうか。ボックスね、落ちてくるの早いからね、空上からの方がやりやすいかもしんないけど、ダメだ。よし、そのまま行こう。いてててて、運ぶぞ。7球はもう運ぶしかない。137、来た。よーし、入った。運びもね、なかなか面白いんだよな。ちょっとね、大変だけど、運びメインでやるとね、結構きついんだよね。自利品になってしまう。さあ、ロイが来たぞ。剣持ち。ロイもね、結構マッチするんだよね。なんか今、基本誰かとやってんだけど、ランクマッチっていうの。おっと、危ない。よし、入った。ハタクが入る。ハタク一撃がでかい。で、クッション入れて、よし、61、いけるで。いて、うわ、痛いな、ブロイの攻撃。あまり痛い。よいしょ。さあ、もう一発、無理か。場所が悪いな。はい、復帰。これね、よく使うんだよねまさかあそこで回避復帰してくると思わなかったけど、前転には刺さるんだよね、あの位置から。よし、お、いいね。このプリンの空下、最終弾がね、吹っ飛ばし効果あってね、その後の状況がいいんだよね。いって、入った。あれ、スマッシュじゃないよな、強攻撃か。よし。いやー、まあ、はたくからのね、眠るも強いんだけど、結構難しいんだよな。まあ、少なくともさっきのはたくじゃ当てれない。ここか？いや、危ないな。53か、もういけるな。全然圏内だな、これ。やべ、ちょっと強いの入れちゃった。うわ、まず。69か、一番微妙だな。何でとどめさそう。プリンね、困るのがね、あんまりダメージ出ると眠る決まんなくなっちゃうんだよ。
そろそろ運びシフトだ。あー俺もうこうだな、こんな感じだな。もう復帰できないじゃん。はい、そんな感じで運びでとどめさせました。楽しいね、プリンは。さあ、キャプテンファルコ、来た。あんまりこいつ使ってると見たことないけど、強いな、このキャラ。あーでもね、なんかね、俺がこのキャラね、使った時、これを連発してた。4人とかでやってたから、4人のね、乱闘の中に飛び込んで、このファルコンパンチをひたすら打つみたいなね。もうガノンドルフも同じだよね。乱戦の中、パンチしながら突っ込んでいくみたいな。ガノンドルフもなんかファルコンパンチみたいなのあったよね。あれだよ。あれをやりながらね、適当に当てるだけで面白いみたいなね。そっから、うわぁ早速決まったよ。ファルコンパンチ。痛えな。いや、ここ、強いな。あ、当てれなかった。よし、当てて。いて。当たりが悪い。よし、決まった。おっと、結構動き回るタイプだな。おっと、危ねえ。よし、当てて。欲しいんで。圏内か、これ。来た！うぃー、決まっていく。気持ちいい。これだな、やっぱり。プリン、最高です。まあね、皆さんもね、プリン使ってみてくださいよ。